シンゲッティは、モーリタニア北部のクサールと呼ばれる古い交易拠点の一つである。首都ヌアクショットから北西へ約4 5 0キロメートルのアドラール大地にあり、観光拠点は西方のアタールである。13世紀にサハラ交易ルート上の拠点として建造された、この小さな町は、エキゾチックな風景や歴史ある思考の宝庫に、共担する人々を引きつけ続けてきた。しかし、 近年は砂漠の侵食に深刻に脅かされており、高い砂丘が西部の境界を形成し、いくつかの家は打ち寄せる砂に飲み込まれた。サハラの先住民たる旧市街に住む人々は赤みがかった石と日干しレンガででき、屋根にヤシの量が渡されていた家で暮らしていた。そういった古い住居のドアにはアカシアが使われていたが、 その木は随分昔にこの一帯から姿を消している。多くの家には中庭や農地があり、人々は狭い通りに沿って中央のモスクへ行く。シンゲッティのモスクはこの町の有名な建築物の一つである。これはダチョウの卵の頂きかを持つ四角いミナレットを頂く石像の古いモスクである。その他の有名な建造物には旧フランス外人部隊駐屯地、 背の高い給水塔などがあり、そして何よりも趣向の図書館が5つある。これらの図書館には中世後期のクルアーニア科学に関する重要な趣向が保管されている。新月期地方には数千年前から人が住んでいた形跡がある。一帯の洞窟壁画にはキリン、牛、人々などが描かれており、現在のサハラの砂丘に占められた景観とは打って変わり。 かつて一体がサバンナだったことを伺わせる。元々の都市は777年に建造され、11世紀までサンハージャとして知られるベルベル人の連盟の交易の中心地となっていた。シンゲッティに今日定めると、サンハージャは現在で言うセネガルからスペインまで領土を広げていたムラービトゥンに干渉し、併合されたりした。町の殺風景なまでに飾りのない建築物には、 マグリブ西部にスンナ派のマーリク学派を広めたムラービトゥーンの宗教的な厳格さがよく現れている。没落の2世紀間を経て、町は13世紀に再建され、地中海とサハライナンアフリカを結ぶサハラ交易の拠点として、クサールと呼ばれる独特の町並みが整えられた。町を囲んでいた本来の城壁は数百年のうちに失われてしまったが、再建当時の様子を伝える。 旧市街の大部分の建造物は残っている。数百年のうちに、新月ィは、メッカに向かう巡礼者たちが集まる集会場の様相を呈し、特にアラビア半島まで巡礼に赴けない人々にとっての生徒と化した。同時に、イスラーム神学や科学の研究の一大拠点となった。新月日の学校では、神学に加え、論理学、法学、天文学、数学、 医学なども講じていたのである。こうした重要性ゆえに、アラブ社会では長い間、モーリタニアのことをシンゲッティ地方と呼んでいた。また、地元民からは、イスラーム第七の聖地とまで呼ばれていたが、これは、西アフリカ以外では、認知されていなかった。しかし、それでも、シンゲッティの歴史的街並みは、イスラーム文化史にとっても西アフリカ史にとっても、非常に重要なものなのである。 クルアーン図書館内部また多くが砂に渦漏れてしまったけれども街には西アフリカに被験するもののない貴重な思考を収めた図書館が存在している。サバンガイ周辺はかつてはイスラーム学者たちが集まりイスラーム法の議論を交わしたことで有名だったのである。現在では砂にまみれた通りが当時の面影を伝えている。現在ではウアダン、シンゲティ、ティシット、 ウアラタの古いクスールの一部としてユネスコの世界遺産に登録されている。シンゲッティのモスクはモーリタニア人にとっては国の象徴となっている。近年に沖合で発見された油田がシンゲッティ油田と名付けられたのもそうしたことと関係がある。ありがとうございます。